だってスピードがね全然ダンチやもん。どうしても追いつかれちゃうもんね。ボルトやボルト、あいつ速いってこと走るでしょ。速い。こっちはジョイナーやもん。ジョイナー元金メダリスト女子のね、爪長い人やけど、はい、一回影世界行きましょう。影世界バカゲバゲ。もうでも、上から落とすやん。ちょっと待ってよ、岩を落とす的な。岩を落とすのかな。でも何にもないもん。あー、おった。これや、これ間に合うか。これも間に合わんのかな。これ間に合うかな。相手はボルトやで。行くよ、間に合え。食べて、俺が危ないけど行った。よかった。あ、気なくなった、気なくなった、目が。じゃあ今のうちに逃げる感じか。今のうちに逃げるやつや。どこだ、どこで。ちょっと、ちょっとこれ何、もうダメなの。もう、はい、この映像からもうダメです。この映像からもうダメ。ここまで OK。 このピカピカがもう、あ、これもダメ。このピカピカもダメ。もうじゃあここ映ってないですね。じゃあもう映ってないやん、ここじゃあ。うわぁ、ここ見せれんの。なんていう日本一さん。お慈悲よ、お慈悲よ。うわ、無慈悲な日本一。うわぁ、ナップタトゥー、ナップタトゥー。その意地悪やな、これ。もうちょっとやんか。うわ、これみんな悩むよ、ここのボスは。わかった、わかった、やった。こうや、ミカルほら見て。え、ほら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 、影が後ろだからいけるってことか。え、え、これ、うん、あれダメじゃん。ダメじゃん。これ早すぎたんじゃないの今の。あ、ひょっとしてあのボスが、カメラマンから今すごいいい情報が。どういうことだ。にそれもう答えやん。編集所 PPP やで今の。カメラマンのハゲさんすごいな。あーごめんごめん、辻さんやった。同じ2文字やったで、間違えてもらった。ハゲさん、なるほど、面白いなこのゲーム。天才や。でもやったー、掴まれたけど。いかっこいい、これ。やった、クリアした。おー、え、これも見せられへんのよね。今ね、すごい、あの、平賀源内エレキテルです。平賀源内のエレキテルです。うわー、ということで今日はここまで。ここまででございました。 ちなみに、まあでもどうなってるか分かんなかったと思うので、うん、皆さんこういう感じでした、まあ、あの先は、はい、だいたい結構緊迫したこういう状態がずっと続いてました。もう本当にずっとそうやった。具体的な仕掛けは何とも言えないけど、そうちょっと言えへんけど、うん、あの子は普段ポーカーフェイスやけど、心の中ではねずっとこういう顔をしとったで。でもちょっとさ、視聴者見えないとこ多すぎるよね。おっさんがチンパンジーみたいにこうでもないこうでもないギャーギャー言っとるやで。これはちょっと日本一さんもう一面もう ね、ちょっとだけダメ。あとちょっとだけ、あと6時間まあそうしないと。まだまだこう思ってる、まだまだこう思ってる人いるから、まだこう思ってる人がいるかもしれない。まだね、まだ戦争行かなあかんと思っとるんで。やっぱ2面まで見ればみんな、ま、そうこの子で行くんだな、ずっとって。ちょっとだけお願いします。ちょっとだけやったら。ちょっとだけ、やったー。勝ち取りました皆さん、6時間勝ち取りました。これが6時間いきますよ。ステージ2の方もアンコールさせていただくことになりましたんで、ありがとう日本一。日本一よ、日本一よ。いやちょっとやりますか。今ちょっとね影ボタルにしてありますけど、なんかあのボス戦の後だから俺ね、難易度がねぐんぐんと上がるんじゃないかなと思いますから。だいたい日本一さんってね、たっプリとできるゲームが多いですからね。これが2面か。なんかちょっと雰囲気変わったね。工業地帯みたいになったな、ね、デンジャー的な。このちょっと危険そうな上のやつが多分ホタルの日記語なんやろうな、きっと。4文字危ないって書いてあるよな、あれ。ちょっと絶対落ちるもん2面からね、多分大丈夫そうなところも落ちたりすんねん。
あまあね、1面はやっぱチュートリアル的な立ち位置で簡単なんやけど、2面からねえぐいほどに難易度が上がったりするな多分。怖いな。ほれ視聴者の皆さんこれですよ。もうこんなのもあれあれ今ものすごい寸出のとこで出るのかな。あれあ意外と空中浮遊だよこれ。いやもう普通に立体的に。あそういうことかね。なんか勝手に思い込んだよもう。いやこれちょっとビビるよ。でもこれビビるあまりにこの日本一さんにビビりすぎとんな俺ら、ね、一面でねあれだけの仕打ちになったから。ガンガン行こう、まあ、ガンガン行っちゃいましょう行っちゃいましょう。あからさまになんかあるよこれは。これは行き過ぎだ。これをスルーするのはちょっと違うよ。せやなお前に言う通りや。もうこんな機械とかほれなんだろうこれは。ほれ危ない。これは危ないよ。こんなのこれは危ないよ。ぐちゃぐちゃだよこれ。これちょっとね、これは怒られるよ。いろんなところに飛び込んだら。でもとりあえずでも いけないんじゃないのここは。多分いけないか。クラッシュ。もうこうなんか本当に失敗すると胸がズキンとするねこのゲーム。結構痛々しいからね。生々しいよな。今のファンシーに変えて。ファンシーに、うん、ファンシーに血をハートにして表現してみて。血をハートにして表現にしてみて。こういう感じです。あら可愛い、あらハートフル、あらハートフル。全然痛くないね。でもラブリーだよ。実際はもっとえぐい血しぶきが。いやそうやろうな、ね、実際は多分もうバラバラやろうね。バッシュって出てくるんで。ほんとでもシンプルなグラフィックだからこそこう世界観がものすごいよく表現されてるな。いやでもすごい動いてるのがね、そのさなんかギミックとほんと背景、さっき言ったけどギミックとさ背景の境が全然ないからね。そうそう見てて面白い。なんかイラストの中を歩いてる感じでね。そう乗ったかな。あの単純乗れんだ。なるほどね。ファンシーちょっと あれはこれえぐいことするもんこの人たち。これはねミカル、あれはいかんよ。もうミオンちゃんあそこ行くんやろっていう顔しとるもん。もう行かせられんのやろ俺っていう顔しとるもん俺。いやでも奥にガチャンってやる、ガチャコンってやるとこあるじゃん。だからとりあえずここで止まろう。行けるかな。でも影でやるの。いやこのまま行けるっしょ。ふぅー怖い。でこれでトントンやろう。でガチャンってやるとどうなるんだ。あれこのあれだ、ベルトが逆回りになったからいけるってことかこれで。あなるほど。あはい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 。うわもういやらしい。上がっとる。え潰れる。なんかおったよ。なんかいたね今。なんかおったよ今。影しか見えなかったけど。マイケルジャクソン的な何かがおったよ今。スリラーな感じ。スリラー。これうわ看板に絶対危ないって書いてあるもんねあれ。いやでもその手前でも危ないから、ね、危ないな。危ない手前に置いとくべきやなあれ。あからさまに難易度がもうちゃいコウフスキー。でもちょでも待ってよ、こうやろ、こうで、でもこれはもうこういう風に行くしかないってことやね。いけんのこれ。いける。いやこうやって行くしかない。ほらほらでここで早くちゃい食べたいやら嫌ですよ。でもおお、ね、どうで、ね、汗かいてきた。ちょっと帽子取っても暑い俺。結果良かったんじゃないの。あはしごに降りるのか。このタイミングで行くの。もうミオンちゃんやる気満々やんこれ。これは厳しいっすね。えぐい。行くよ。はいはい今ミオンちゃん急いで。うわー危ねえ。大丈夫か今角とか巻き込まれなかったかな。これいやこれ全然バリバリになるもん。バリちょいバリこれ最後なんだもう。辛いもんなんちこれは。まあ、すごい興奮するこれ。どうしたらいいのこれ。
絶対バリバリなるやろ。いやこれ多分バリバリっていうか登っていくだって逆回りにしないとでも多分いけないパターンのやつじゃないですか。どうすんのそんなの。いやでもなんかサクサクいくね。サクサクいくね。影でないの。サクサクいくね。なんかうわこれタイミング難しい。これ逆はむずいっすね。ここでもう競り寄っちゃった方がいいんじゃないですか。ミオンちゃん、ミオンちゃんどうしたの。なんで行かないのミオンちゃん。なんどミオンちゃん、ミオンちゃん、ミオンちゃん、それのタイミングがすごく遅い。ひぃー危ねぇ危ねぇ普通何ちゅうこのスペクタクルあるゲームやろこれ。な、なんやろ、初めてのお使い見とる感じ。いや、これお使いはちょっとね、兄弟がケーキ買いに行くやつ頑張れって引かれるなっていうあの感じ、お釣り間違えとるみたいなあの感じ、わかる。タッチして戻るで逆回転にしたやろ。そうそうそう、で一回止まる。そうだ、うわー、じゃあ完全にさっきの無意味だったんだ。でここに行くな。おお、じゃあでもあれ巻き込まれるんじゃないの。絶対ダメやって。巻き込まれるって、巻き込まれるって。もうああダメだねこれだ。あんなの、あんな死に方ないよ。絶対に一番死にたくない死に方だよあれ。これはやだね。ちょっと変えて今のファンシーに。書くのこれ。ファンシーに書いてます。ファンシーに。ペラペラにしようよ。だってね。だって絶対あそこに。ここで寝る、そこで。じゃあ一回リク痛い。ごめんなさい2回も。手になる。これ。どうしたらいいんだろう。わかった俺。これもうこれ衝撃的な映像やこれ。これシルエットになるとなおさら怖いね。なおさらこれ衝撃的な映像やぞこれ。死にゆく少女の影やで。これこれは残虐やな。これは絵画としても衝撃の。これはいいよ、高値で売れるぞこれは。いやこれかわいそう、戻った瞬間やろうなと思うやろ。風見すごいすごい発見したよこれ。シュンディ行くやろこれ。ここおこれ、あー天才かもしんない。逆光体験。ちょっと遅いっすね。遅かったな。ちょっと待て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 、この影にするタイミングが重要やねんこれ。そう、待て待て、こっこっ、よっしゃ、これいけるかな。いやガチャンってなる、いけるでしょ。タイムラグあるんで。タイムラグがどれほどのタイムラグかやな。これさ、単純なさ、なんていうの、ギミックを解いていくゲームじゃなくてアクション要素があるから面白い。いいじゃん、ちょっとポータル、よしよし、ほら開いた、やったー、いけた。ちょっと雑だったけどね。雑だったけど、いけた、ほら、いけた。以上、やべえ、よっしゃ、わー、いけた。ちょっと汗を拭ってもいい。すごい、このめっちゃ緊張するもん、このゲーム。いや、頑張ったね。頑張った。ちょっと今のタイミングでこれ、この感じです。はい、ファンシー、はい、ファンシーじゃなくなっちゃった。ファンシーちゃん、ファンシー、はい、こちらドン、はい、ちょっとね、そのさ、寄りの絵も一応描いてくれとるよねこれ。ちょっと分かりづらかったかなと思って。なるほどね、寄りの絵描いたらファンシーじゃなくなっちゃいましたね。余計ファンシーじゃなくなったねこれ。えぐいね。もう完全にえぐいホラー映画になってますね。やっぱね、下半身からダメージ受けてるから脳は安全だから、痛みが痛みが倍増しとるわけ。ここであ、いるよ、なんか、なんかいるよ。あーいる、あーそうか、影がやられたのか。あ、よかった、こっからや。でもこれは俺分かった、もうね、このゲームのあれを。あ、あ、なるほど、まだダメなんや。え、でもなんか光ってたよ今。いや、じゃあいい、もう当たった。まあまあまあ、知ってる。今当たった。あ、そうか、影で伝わらない。あいつに吸い込まれていくもん、ミオンちゃん。好きなんじゃないの、懐いとるんじゃないの。ベルトでちょっと逆走した方がいいんじゃないの一回。なるほど、ちょっとスピード調整をした方がいいの。おい、で、あ、でもなんか触れる合図出てるけどね。出てるよね。なんだろう、触れるっぽい。触ってみる。
あ、ちょっとの間こう、あ、ちょっとやし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 てできるんや、牽制やしやしやし、ムツゴロウさんが牽制するみたいに、やし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 、これはですね、喜んでますね、これ喜んでますね、これ餌欲しがってますね。この間に降りて、よかったよかった、来た来た来た、え、ちょちょ、危ない危ない、でもガチャンってやる、こうや、この流れのスピードで、いえー、怖えなおめえ、危ねえ、あーもう、おい、もう、あ、これはまずいよ、そうですよ、そう、そうってあの歯のことね、そうそう、あいや、いや、それギャグ、ギャグ、今のは罠だ今のは俺の方の罠で、ね、これはでもどうしたらいいんやろうな、まあ、こっちは安全そうだけどね、これでも2の1から、あーでじゃないねー、ゴーデンだー、ほらーもうひどいな、途中で これ気になるよね、ここ、あーそっか、そっち、このエレベーターがガチャンみたいな、ほらほらほら、でもどこまで行くのこれ、え、ここで終わり、あ、これも終わりや、マジか、わかります、視聴者皆さん、じゃここからは我々のみ、うわもう危なっかしい、もう、 うわもう、 うわ生産ライン乗ってるこれ、あ、一旦ちょっと影の世界も 見ませんか、いやいやこれどうもさ、うまいことあっちですよ、あっちの世界に行くってこと、あっちの世界ですよ、死後の世界、大霊界、違う違う違う、丹波哲郎、死んだらどうなる、これで大霊界も、もうええっちゅうのそれもここじゃないの、いた、おー、いった、うまい、ミカル、でもこっから自信がないんだ、ちょっと、そう、あ、大丈夫か、ほら、あ、そっかそっかそっか、あ、大丈夫か、あの、変わんなきゃよかったやった、俺のおかげ、全然怖いポイントじゃなかった、やった、いけた、いやー、すげーまあ、やりました、すごい、やっぱ頭が切れるな、もうやっぱネットタレントとこ一般人の違いですよ、これは、うわ、こうやってな、そうか、でも安心して、これ見た人はね、絶対俺の好感度の方が低いからなるほど、じゃあここで終わりましょうか、ああ、ここまでか、素晴らしい、ありがとうございました、いやー、ホタルの日記やらせていただきました、いや、面白かったね、すごい、この自由自在にできないこのもどかしさが逆に面白いね、こっちこっちとか、もうスーちゃんこっちってあのね、子供に教え込む感じが、スーちゃんちゃうね、ミオンちゃん、あの、俺めいっ子の話してもらった、そのね、もどかしさが逆にね、こう逆転取った面白さがありますね、ミカルさんはどうでした、いやでもやっぱ、うん、可愛いイラストな割に、うん、もう本当に残虐で、うん、残虐、あの、残虐って言葉はちょっと合ってるね、褒め言葉で、ね、いや本当にそうなんですよ、うん、もう多分それが狙いだと思うんですけど、あ、でも本当そうやな、あの一面のボスとかも、うん、あの影を使った描写なのが逆にすごいんですよ、あ、怖かった、これは多分見ればね、うん、分かると思うんですけど、はい、分かりました、ミカルさんありがとうございました、あとでなんか最後に絵描いたんで見せますね、その先にちょっと、はい、お知らせございます、こちらホタルの、日記、6月19日発売なんですけども、こちら冒頭にも映しましたけども、初回限定、初回生産プレ限定プレミアムボックスというのがございまして、はい、これパッケージ版はですね、初回限定でしかこれ手に入らないレアものでございます、内容はですね、書き下ろしイラストを使用した専用ボックス、そしてビジュアルアートブック、ゲーム内イラストやイメージボードを収録した貴重なアートブックが入っております、これいいな、ここにちらっと載ってますけどね、そして、オリジナルサウンドトラック、ゲーム内 BGM を収録したオリジナルサウンドトラック、これ聞きたいよ、そしてオリジナル缶バッジ、ミオンをデザインした缶バッジのセットというね、豪華、特典となっております、はい、通常版ですね、ダウンロード、販売しておりますので、PS ストアからダウンロードしてお買い求めください、はい、ということで本日はホタルの日記実況させていただきました、じゃあ最後に、はい、セラミカルさん、最初に見せたイメージのホタルの日記はこちらだったんですよね、そうですね、こっちですね、そうですね、最初はこの、うん、これが最初のゲーム内容を知らずにあったホタルの日記、こちらでしたけども、ゲームを終えてのホタルの日記、ちょっとね、改めて、改めてゲームを楽しんだ上で、はい、ここまで理解度が深まったというものを、はい、こちらです、うん、じゃん、お、いや、ミオンちゃん凛々しいですね、これもうやる気満々ですよ、このボスを だいたいね、
ゲームね、海外にあの輸入するとこんな感じになるから、アメリカ版とかね。そうそうそう、あの筋肉隆々になってね、やっぱね、目がちょっと生き生きしてますよね。そうそう、いいですよこれは。ちょっとたくましくね、完全に逆にボスやったるっていう感じ。やるって殺すと書いてね、やったる感満載ですけど、これハリウッドもありますよ。ハリウッド、このままなんか皆さん買えば ねザ・ムービーとかありますからね。ありうる。はい、皆さんも6月19日ホタルの日記ぜひ、買ってみてください。それでは皆さんさよなら、バイバーイ、バイチャー。ザ・ムービーも見てね。はい。